紙芝居です。こう今度こう何でしたっけ、祖国さんの日にちょっとやろうと思ってんで、こう今回もやります。昔たくさんのお魚の取れる海のそばにマイク使って昔たくさんのお魚の取れる海のそばにファビオという名の少年が住んでいました。ファビオは今日も海の見える丘の上でボロボロのバイオリンを弾いています。観客は丘にそびえ立つ楓の巨木だけ。楓さん、今日も僕のバイオリンを弾いてくれてありがとう。ファビオは楓の巨木にお礼を言いました。ファビオの夢はいつか大勢の人たちに自分のバイオリンを楽しんでもらうことでした。あ、お父さんが帰ってきた。ファビオのお父さんの船が海に帰ってくるのが見えます。ファビオはバイオリンを巨木の裏に隠すと海に向かって駆け出しました。おかえりなさいお父さん。ファビオは漁から帰ってきたお父さんの後片付けを手伝いました。ファビオの家ではおじいさんもひいおじいさんもひいひいおじいさんもお魚を取ることを仕事にしていたのです。お父さんもいずれファビオに船に乗ってもらいたいと思っていました。それになぜかファビオのお父さんはバイオリンの音が嫌いで、ラジオから流れてくると怒った顔をしてスイッチを切ってしまうんです。だからファビオはバイオリン弾きにやりたいとはとてもお父さんに言うことはできませんでした。しかしある日ファビオはバイオリンの練習をしているところをお父さんに見つかってしまいました。お父さんはファビオからバイオリンを取り上げます。どこからこんなもの。ボロボロのバイオリンは楓の樹木の裏の中からファビオが見つけたものでした。ファビオはお父さんに思い切って言いました。お父さん、僕はバイオリン弾きになりたい。突然のことに驚いたお父さんはとても反対しました。バイオリン弾きになりたいだと、そんなのダメだ。ファビオがどんなにお願いしてもお父さんはバイオリン弾きなことを許してはありませんでした。お父さんは僕のことを何も分かってくれない。もうお父さんなんか嫌いだ。その夜、ファビオはボロボロのバイオリンだけを持って家を飛び出しました。以上です。悲しいわ。この後はセブンイレブンで買って、ちょっと長いんで、もうこうちょっとこうセブンイレブンで買って頑張って読んでください。もらえるんじゃないですか。あ、セブンイレブンでもらえる。買わされたろ、それ。いや、もらいましたよ。セブンイレブンの宣伝になった。じゃあトークいきますかね。トークがあるんですね。一人でトーク。こう、ハクルさんじゃなくて、こう、岩崎夏美さんっているじゃないですか。こう、知ってる人。はい。こう、渡辺なんとかっていう人ですかね。もう、渡辺なんとかスクールの出身の人ですかね。出身ではない。出身ではない。講師ですね。講師。ああ、いや、違う。知ってる人は。
ああ、もう、また、ああ。で、その、まあ、くだらない話なんですけど、こう、その、こう、岩崎夏美さんの、こう、やってる、今やってる、こう、クリエイタースクールの、こう、2期生やってるんですね、自分。で、こう、その最中に、こう、こう、こう、笑いをこう題材としたこうなんか映画を作っててこうこう自分もエキストラでオファーが来たんですけどちょっと体調が悪くて出らなくてこう残念だったんですね。まあそれはそうとして残念でした。それはまあ前座としてこうまあさっきなんかこう何でしたっけ、サイケデリックでしたっけ、そんなこと言ってたんですけど、その関係の話をそのクリエイタースクールの質問の時にして、こう例えば村上春樹とか夏目漱石とか太宰治とかその、まあ、ちょっと違う小説家ではないですけどニーチェとかそういう人たちはその無意識の内面に入ってこうその創作をするんですね。その無意識の内面、そういうなんかある、多分嘘だよね、そういうなんか。いや嘘じゃないですよ。だから、でもこうハクさんじゃなくて岩崎さんはこう、まあそれはその無意識に入っていくとそのそういう疫学的なこう病理が発生するわけで、こう自分はそういう無意識の世界に入ってこう。入れんの。まあちょっと。いや逆なんですよ。だから無意識の世界に入ってそのインスピレーションを得て作ってるからこう誰か 私ですね、こう病理的なんで。なるほど、あ分かったよ。でまだには伝わんねえよって思ったでしょ。で村上春樹とかはそれをこうしてたんで用意周到に準備をしてこうちゃんと行き来できるようなこう準備をしてこうその世界に行ってこうもう一人自分とかそういうものを見てきて戻ってくるんですね。村上春樹のこう父親っていうのはこう仏教徒なんですね。こう法師さんと同じで今法師のこと一瞬は忘れてなかったちょっと言葉に詰まってたわけです。大丈夫です。でそういう多分そういう影響もあるんですね。で、夏目漱石とかこう太宰治とかちょっと失敗しちゃったんですけど、夏目漱石はでもその戻ってくることをチャレンジしたんですね。吾輩は猫であるっていう作品があるじゃないですか。それってその先生って出てくるんですけど、先生が漱石自身でその猫という視点でその自分自身を客観してそれを小説にしたっていうものなんですね。でも俺あんまそういう説はあんま信じてないよね。じゃあこう分析とかそういうことをその岩崎夏美さんの言う通りにしてこうやってこう頑張ったらいいと思います。まあ彼の話は彼という話として、まあそういう形で創作する方法があ あるというわけですね。でこう失敗するとその戻ってくれなくなる。でまあこう岩崎さんが言ってたのはこう正しいフォースと間違ったフォースっていうのがあって、まあちょっと少し離れますけど、間違ったフォースっていうのはこう例えばオウムの麻原とかナチスとか、ナチスはこうあれですね、チベット仏教密教のこうあれこうなんかインスピレーションを得たらしいですね、ヒトラーとかで。麻原彰晃はだから、瞑想をしてこうある種の方法で瞑想をすると、だからあのアニメでピンピョンハンっていうやつあるじゃないですか。あの感覚を得ることできるんですよ、こう瞑想の方法によっては。まあ、自分もその感覚を得たことはありますけど。
まあそれこう一般的に魔境っていう状態で第二の朝原その立教の人たちにとってはなんか、だからこう今悪い方の話してるんですよ。悪い方の話してるの。だから魔境に入った時は気をつけなきゃなければならないと、こうよくこう釈迦が出てきたらこう槍で突き刺せみたいなことを言いますけど、だから間違った方向に行かずにこう正しいフォースになるということをこう言ったんですね。だからこうそういう模索も含めてこう今後頑張っていきたいと思ってますね。はい、ありがとうございました。はい、あとこうちょっとだけこういう話進まなくてデジ紙がちょうど10分になったから、で最後こう、それはニーチェのこう、チャンス者のこう、深淵を見つめるものは深淵に、うん、いや、深淵を見つめるものは深淵に見つめられてるに繋がってると思ってるんですね。いやでも、だニーチェもどっちにしろ体壊して死んでるでしょ。だから、その無意識のそこに落ちて死んじゃうから、だからこう、うまく行き来できるような方法を模索してるんです、今自分は。いや、それはこう、だからそういう才能がないんですよ、残念ながら無能な無能ね、こういう人嫌いなんだよ。いや、だからこう、深淵って何、深淵だから難しいですよね、言語化するの。深淵もクソもないから、本当深淵もクソもないのよ、道路でいいの。だからこう100だからユングとかフロイト心理学みたいな、まあ自分は心理学あんな学問じゃないから、カルト宗教だよあれ、まあ、心理学なんてこうそんなには否定しないですけど、それはそうでしょ。まあでもそういう無意識があると個人的には考えて、無意識ないの、無意識なんて夢見るか見ないか。いやー、夢はこう一部分だけじゃないですか。じゃああれが全てなの、夢は夢で終わり。いやちゃんと現実見て生きなさい、あなた。だからそのいい、ね、そう、ほんとバイトでもいいから働いた方がいい、税金払ってくれよ、ほんとに頼むから名簿だろ、税金はもう所得税でいいから。だからそういう世界を生きてきたらいいなと思ってるんですよ。いやじゃあまあ以上にしておきます。こうなんかこう、そうですね、こう、で、はい、う、拒否反応を起こしてくれば一定数いるんですよ、やっぱり一定数いる。大丈夫な、この話大丈夫だった人どれくらいいますか。いませんよ。あれ、ゼロゼロですか。はい、ゼロ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 、あ、本当ガルト宗教の人で、わかんないネズミ講みたいな感じだもん。いや、ね、いや誰、いや、そんな危ない橋に危ない橋に誰かこう引きずり込むっていう魂胆じゃないんですよ。えちょっとだから現状を聞かれたんで説明した。マイク聞いて、あ、そう、聞かれたの、聞いたの。そうですね、この辺りの会話で、この辺りサイケデリックからそこに行ったの。